プレイボール。どうもタブヤンです。ファミコン全ソフト実況。ファミスタ92続きやっていきたいと思います。全チームに勝利したい。ピノ不調に入っております。ヤクルトスワローズに前の試合負けました。さあ攻撃力がね発揮できませんでしたね。そしてこのヤクルトの投手陣にやられましたね。今日はどうだ、やはり今日も苦しいか。123番の足の速いコンビ、チームで123番目に速い足、三者凡退。まさかにいきます。飯田さんになんかホームラン打たれた始まったような気がするな。前の試合隣のさん OK ツアートレレイさん、フォークでここは押すか、アウトコース、あー当てられるか、フォーク落ちろ、よっしゃ、オープニングは互角。川崎さん一発で決めてやる、ダメだ。お、ワギャン絶好調、いいね。ワギャン人差しで決めるか、ちょっとのズレなんだろうねこれ。お、ギャンクも調子いいぞ。この5番6番期待ですが抜けた、センター後ろにそらした、これはチャンス、回れ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 、三塁も蹴って無理。さあタロスケか、サンドラだ、ツーアウトでなんとかワンヒットでどうだ、ダメだ。パスイングはしてないんだけどな。ヒポサワさん花吹雪が待っている、あ届かない、あー池山さんがバットを振っている、怖いぞこれは。フォーク、フォークで落ちない、助かった。古田さんも何この456番、めちゃくちゃ怖い打線じゃん。フォーク、よし、旗田さん、古田さんなんか打たせたらもう絶対勢いづくもんね、チームがね。ふふふ、外側、よっしゃー、まだまだ互角。タロスケ長打コースきたー、うまいバッティング、二塁へ蹴って三塁へ、ノーアウト三塁、大チャンス、まさかり。ここはちょっともう叩きつけるバッティング、きた、まさかり、ナイスギダー、素晴らしい。さあそしてピノ、ピノ確実にボールを叩いてライナー性のボールね打つのが多いんだよね。これナイスバッティング、さあマッピー我慢してくれ、ピノが走塁するからな。古田さんもダイレクトで来るけども、三塁も狙うぞ、古田さんから狙う、よし、さあ一球にかけろマッピー、ナイス叩き、それでこそマッピーだー。ナムコのペースが形作られてきたぞ。マッピーがダメでもアルバがいるんだけど、ここは残念、パックにつなげない。貴重な先制点、リベンジに向かって、あっスマさん絶好調、怖い、うわ届かない。ここは1番バッターに回す前に、オッケー、
さあゲッツー取りたいね。ここいいボールだ。おし、ゲッツーコース。あー、さすがに足が速いか。センターバック、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 オッケー、無失点。川崎さんから大量点はなかなか取れんから、パックもつなぐバッティングしてくれ。ここはつなぐバッティングでいこう。頭食えないか、パックのパワーならいけるかと思った。5番6番が調子がいいからね今日。この回チャンスなんですよ。惜しいな、悪くはないバッティング。さあスリーベース、先ほど長打コース。なんだか三者凡退か。えれ、真ん中入りすぎた、怖いな。よし、いいですよ、先頭バッター取って。ここ4番5番6番が怖い。勝った、アウト、ギリギリのとこ、そうそう、ここインコース見せ球、おお助かった、あー助かった。下位打線か、川崎さんスタミナあるな。5回、落ちろ。いい打線なんですけどね、最近代打が出る幕がないよね。レギュラーメンバーが頑張ってて、ここは三者凡退でね、またピノからにするか。作り直そう、塁に出ない方がいいな、まさかり。村田兆治さんね、もう打つ気なし、打つ気なしシング、オッケー。最後古田さん、まっちょ静かせんなよ。オッケー、旗田さん7番でホームラン32本って怖いな。おられい、で8番が調子がいいのか、すまさん。次ピッチャーからだったら楽だからね。よし、次の回が楽になるよね。オッケー、次7回か、ピッチャーからっていうのはいいよね。あ、6回か。さあ2番手西森、この人になんか8回ぐらい、9回近くまで粘られたんだよね前の試合。ピノ、おし、叩きつけた、ピノらしいバッティング。古田さんとの勝負、ピノの勝ち。もう一丁、オッケー、ギリギリピノの勝ち。マッピーの負け、くー、1点取るぞ、転がせ、よっしゃ、転がしたもん勝ち。オッケー、あー肩の荷が下りたぜ。1点ずつだ、ツーアウトランナーなし。沖野を狙ったが平凡な外野フライ。よし、ここ西森さんから、あーなんで、うまいこと打たれた、あごめんなさい、それは暴走でしょう。アッパースイングできたな、おらいおらいおらい。ヤクルト焦ってんじゃない、うそー、こっちが焦ってるやん、何してんの。これ佐藤だ、オッケー、ナイス判断、ファースト、よし、守備が光りました、エラーあったけどね。さあラッキーセブン、これ内野安打じゃない、どうだ、オッケー、ダイソー行こうか、ダイソージョッキだね、ジョッキ、
コロ、あーダメだ。古田さんから盗塁はできないと思うけど、ゲッツーとかはなしで走塁いっちゃえ。セーフ。さすがジョッキーやるね。ニュートラルバッティングでいこうか。うー、やっぱ西森さん苦手だわ。ランナー貯めて、タロスケ、おーシェラー発生。オッケー、セカンドに投げた、オールセーフ。マサカリのとこ代打行くか。ここ先発マサカリを変えてボーラー、左の切り札。初球からフルスイング、どうだー、これアウトか。タッチアップ、素晴らしい、外野フライ。さあビッグイニングにしたいピーノ。うわ、ピーノが抜けたー。ピーノナイスバッティング。まれ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 、前の人が遅いから。走者一掃、タイムリースリーベース、ピーノ叩きつけて、マッピーグア3点、これは大きい。さあピッチャー交代、まさかり変わりました、スイート。うわー、さすがラッキーセブン。怖いなこの回は。フォーク落ちない、怖い、だいぶ怖い。あーストライク投げられない、あっとフォアボール、これは良くない。あ、ファール、ファール、ファール。うーそー、スリーランをやめてくれよ。あ、抜けたー。これはしょうがない。嘘でしょ、そこ走るか。それは暴走だ。ラッキーだ。まあ、やっとワンアウトか。ゲッツゴース。よっしゃー、スイート、ナイスリリーフ。アルバ不調、え、ピッチャーいないの、西村さんが続投って、おかしいでしょ。これホームランでしょ、狙ってホームランだ。うー、これは大量得点いけるんじゃない、集中すれば。ジョッキーのとこ代打、カニカニ。いや、デッドボールだこれ。走れエンドラン。いやー、打ち損じか。まだいける、サンドラのとこ代打するか。丸尾くん、いやー綺麗に打った。ボトが違うな。さあタロスケ、代打いくか。ギルキャッチャーできる。ギルできないよね。タロスケ打つ、行くか、ど真ん中を。サード満塁、どうだー、タロスケ満塁ホームランいったか、行きました。気持ちいい。10点、代打ギル。これまだまだ終わらんぞ、ピッチャー変えないんだろう。バッティングセンター状態、デッドボール。
ピーノー。これ盗塁もいけんじゃない？いけるねー。あ、ダメかー。ピノー、ピノらしくない。もったいなかった。コールドは無理か。ワースト。いやでも十分リベンジできてますねこれ。 OK、 ナイススローイング。代打。いやー監督が遅いよね、ピッチャー変えるのね。試合を潰してしまったよね監督が。杉浦さん一発怖いな。うわーボール球が多い。うわ完全に打たれた。チェンジアップになるかなと思ったら全然通用しないね。速度の緩急とかはもう全然ダメだ。忘れよう。ナイスキャッチ。隣のさんがチームの流れを止めてんだね。あー入らないな。あー、ジャストミスされた。やばい、繋がれた。クリーンアップか。うそー、ナイスキャッチー。助かったぜー。岡林か。最終回。まあまあ攻撃よりももう守備に頭がいってますよ。おっと、あ、逆疲れた。もう代打もいないし、アルバ。アルバがちょっと不調だね、これ。次の試合もちょっと交代かな。3番、降格か。4番、パック。ドゥオー。さあ、最終。ワスタがいけ。そのまま。おーい、どんまい。あー、池山さん、下がれ下がれ下がれ。ショートとか、これショートができない人がショートしてんのかな。ジョッキーんとこ守備。マッピーがショートだよね。問題ないよね。エラーの理由にはならない。おっしゃ、ゲームセット。やりました。1試合でリベンジしました。パスワードメモしておこうぜ。80744。次回もお楽しみに。さよなら。